こんにちは、腹町接骨院、久松です。今回はマスク着用で歯が痛くなる2つの理由ということでお話ししていきます。マスクと歯の痛み関係ないかなって思うかもしれないですけど、実は最近マスクをしててなぜか歯が痛くなったっていう方が増えております。それってしっかりとした理由があるんですよ。それについてお話ししますね。歯が原因でない、歯が原因じゃない歯の痛みっていうのは非刺激性歯痛というんですけども、今回マスク着用によることで、痛みが 歯が痛くなる2つの理由あるんですよ。虫歯じゃないのに。なぜかというとマスクをしていることにより口を大きく開けなくなる。口を大きく開けませんよね、マスクしてるとね。二つ目、マスクしてても暑いな、嫌だなとか、もう最近のコロナウイルスの影響嫌だなっていうストレス。そういうストレスで自然と食いしばってしまう歯を。その二つが原因です。その二つが原因で結果、咀嚼筋、噛む筋肉ですね。噛む筋肉に影響が出てしまいます。噛む筋肉が必要以上に緊張してしまいます。この二つが原因でね。結果、歯が痛くなるっていうことになってしまいます。ですから、対策はこの咀嚼筋、噛む筋肉を緩めるっていうことがいいです。対策としては、側頭筋という噛む筋肉、咬筋という噛む筋肉を緩めるようにしてみましょう。どのようにするかと言いますと、まずは側頭筋の方は、この目の横からじーっと横に行って耳付近をこの3本の指で触ります。そしたら回していきます。目をつぶって、この時に強い力でやらないようにしましょう。軽くイメージ、赤ちゃんを撫でるぐらいの強さで1分から2分、ぐるんぐるんと目をつぶって回します。もうこれ1分2分やるだけ、もうなんか頭周りが気持ちいい感じになってきます。そして2つ目は咬筋という筋肉を緩めるんですけど、今度はこの目から下に寄ると骨が当たります。これ頬骨なんですけど、頬骨の下、ここ頬骨の下に今度指4本当てます。そして最初これじーっと、そこまで強い力じゃなくてもいいです。これを30秒から1分キープして置いていきます。そして30秒から1分経ったら、今度は横にウィーっと、これも30秒から1分ぐらい動かしていきます。これをやることにより、もう一つの咬筋という噛む筋肉が緩みます。最初のは側頭筋という噛む筋肉、これが緩むことにより、歯へのストレスが、食いしばりなどによる歯へのストレスが減り、この非刺激性歯が原因での歯の痛みが改善されていきます。一日何回やってもいいので、もしマスクをしていて歯が痛くなった、そして歯医者さんに行っても歯は悪くないよって言われた場合は、この対策をぜひやるようにしてください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。